1.1 回に失点の藤波、降板後に歓声を浴びていた。イニングまたぎとなった8回のマウンドで藤波は躍動、先頭を外角低めいっぱいの156キロ直球で凍りつかせて、この日3つ目の脱三振、自打者に内野安打を許したが、ワンバウンドの投手強襲打をグラブで弾き、転々とする打球を素手で拾ってダイビングしながら一塁へトス。セーフにはなったが、体を張った魂のプレーを披露した。ここでお役御免となったが、マウンドを降りる背番号11に地元ファンから大きな歓声と拍手が注がれた。移転するしやけくそでしょ、優しい世界、草、甲子園の頑張れ拍手みたいだな。あーパチパチ、例のコピペかな。頭をかしなるで、 OAK、 わーナイスピッチング。ブーイングの方がマシや、世界が全部これになればいいのに。気にしろよ藤波。藤波、また失点だ。俺は多く、藤波すごい頑張った、ありがとう藤波。藤波、やっぱり俺って自分に厳しいんだな。阪神いた時これやったんやな。おいおい暗黒ベースか、あったけ、阪神時代の晩年やん。優しすぎる世界。